はい、じゃあ、ここからまた本題に、移ろうと思うんですが、ちょっとですね、前回オリンパスの OM を利用した顕微鏡カメラっていうのを、やったんですけども、その時に、ジャンクの OM2 をですね、なんていうか、向こうからこっち部品を移して生き返らせたら面白いか、あるいはこれを OM2 そのものをばらしたら、ダイレクト速攻の最初のですね、機械で面白いかななんて思って、で、以前にですね、500ヘンチハンクで OM10 のプリズムが手に入っていましたので、OM2 でやっていいかななんて思ってたんですが、この連休中のですね、日曜日にたまたま毎週行くカメラ屋さんに行ったところですね、なんとそのオリンパス M1 のですね、ジャンクがありまして、M1 って思わず買ってしまったんですが、M1 って言っても OM1 の要するに初期型プロトタイプに近い。だから M1 と OM1 って結構、やっぱマイナーチェンジをしてるみたいで、で、M1 なんだ、みたいな感じですね。買ってきたので、で、この M1 のジャンク度合いを、見つつですね、こっちを生き返らせようかなと、思いまして、で、だからその M1 が最初の OM1 ですから、そのどんなパーツが変わってるのかななんていうのもちょっといろいろネットで調べたりなんかしたら、結構やっぱりそういうの研究してる人がいてですね、例えばこのマウントのネジはマイナスネジだよとかですね、一番大きいのは裏の、圧着板の大きさが違うんですね。こう。で、ネジがビスが4つあるって、これが結構大きい。みたいですけども、そういった小さな、点があるんですが、かなりオリジナルに近い形です。やっぱり修理なんかで出すとどんどん変えられちゃったりしてるそうなんですけども、それもあってですね、こいつのプリズムを、交換してみようと、思いました。ということで、なおかつですね、例えば、こっちのカメラの方がいいか、このジャンク度合いなんですが、ちょっとね、高かったんで、そんなに、いかれてなかったと思う。この巻き上げのですね、プラスチックがかなり割れていてですね、手でこう、あれなんていうの、ポロポロっと取れちゃいまして、劣化したプラスチックとですね、あと、ここの、ノブのですね、ネジがもうなくなって、ここも M1 はマイナスだそうです。で、このなんですかね、回転する筒がもう、こうですね、消えちょりましたので、で、微妙に形が違うんですが、これはですね、前回やった、顕微鏡カメラの、巻き戻し部分からですね、このネジ僕へし折っちゃったやつが、前回失態をしたんですけども、取ってきたのをここにくっつけました。微妙に高さが合わないんですが、許せるかな、ぐらい。ちなみにここの中のネジはですね、逆ネジじゃなく普通のネジで、で、やっぱり外す必要はないですね。ですから、で、ここが、できれば OM2 のこのプラスチックをここへ持ってきたいな。なんか、ネジの位置も一緒なそうな感じだし、なんかちょっと接着剤の跡がついてるんでですね、接着剤を入れながらキュッてやって下から、止めてるなーっていうんで、これは多分、もしかしたら部品、形が微妙に違うかもしれない。M1 のオリジナルとは違っちゃうかもしれないですけども、今ない以上しょうがないので、これは移植したいなと、思いました。で、あと、ここですね。ネジがマイナス。で、このカメラ、プリズム腐食、ジャンクってことなんですけど、スローもちょっとですね、怪しくて、1秒なんか切ると、閉じないような、だからスローガバナーがちょっと外して、例の新、あの、ベンジンでお掃除して、ちょっと注油っていうコース必要なんですけど、ちょっとこれ、どうかなって感じですね。高速はもちろん、問題なく切れるんで、15分の1、4分の1ぐらいは、1秒になるともう切れないんですけど、だから、これ
露出系の糸が全部入っててですね、でシャッターのこうギアで合わさっていて、なんか1000分の1秒に合わせていくんだったかな、なんかあるらしいんですが、ちょっとここは触らない、やっぱりちょっと M1 なんでね、 OM1 だったらもう躊躇なくやっちゃうんですけど、ちょっと、なるべくこのままの方が壊しちゃわないでいいかなと思うんで、まあ上を外してですね、とりあえずプリズムを交換しようというところで、まあシャッターはあの、マック速度か測ってですね、秒針が高速化で出てればいいかななんてちょっと考えてます。で、この問題のですね、まあここがないな、ここ。で、この OM2 を最初僕やろうと思ってたので、ここの部品ですね、飾りの、このね、M1 は実は、これなんですけど、こうなってて、ゴムでキュッてやったらですね、ポロッと取れちゃいました。あっさり。なんで、まあ、話としては良かったんですが、OM2 はもうガッチガチにくっついてですね、で、試しにカニメレンチでやったらどうなるかなと思ったらバキッてとか、もう、一撃でジャンクになっちゃいました。必ずこれ、ベリってなるんで、まあ、この、穴があるんでカニ目でやれなんて見せてるんですけど、まあこれはこう逆に溶剤を流すような穴なのかななんてちょっと想像したりするんですが、でこれを取るやり方がいろいろネットなんかに、出てまして、まあ面白いなと思ったのがですね、こう六角ボルトをエコポキシでくっつけて外すとかですね、これ多分、田口先生のどっかで披露したやり方だと思ったんですけど、瞬間接着剤でですね、くっつけて外して、で、剥がし剤ですぐ剥がす。なんていうのがですね、いろいろネットで出てまして、まあちょっとですね、やってみましょうという。だから、まあ M1 の方は取れたからいいんですけど、もともとちょっと連休中に、これなんとかしようと思ってたので、まあ、ここにぴったり合う金属をですね、なんでもいいんですけど、置いて、瞬間接着剤でですね、もうこうで使い古した電池なんかも、いいかなと思ったらですね、この CR2、俺これやったと思ったんですけど、微妙に合わないんですね。ほんとコンマ5ミリぐらい太くて、まあ、これは天のプリズムです。まあ、ちょっとこれをですね、本当に行くのかなってちょっと、やってみたいなと、思ってですね、この間からちょっと、なんでしょうね、アセトンとかでも、なのかな、この穴の中にですね、ジュドーン。入れて、もうアセトンだから飛んじゃいますよね。で、この瞬間接着剤を、あれ、これ出るんかな、瞬間接着、あら、固まっちゃった、あ、出ますね。ゼリー状。塗りすぎかなまあいいや。あ、これは塗りすぎだわ。あれ失敗。何これ、あれ、取れちゃった、あらら、あら、あ、手がくっついた、取れちゃいました。え、こんなあっさり取れんの、うん、そうだよね、ほら、もっと苦労するかと思ったんですが、ん、ただただ逆に瞬間接着剤ってこんな強烈なんだ、これを今度剥がせないといかんですよね、ん？くっついてんのかな？
こんな瞬間にくっつくの？瞬間接着剤って。なんだよこれ。この剥がでこの瞬間接着剤の剥がし剤っていうのも結局なんかアセトンらしいんですが、でもこれが綺麗に剥がせないとあまり意味がないんで、ちょっとしばらく待った方がいいのかな。しばらく置いて乾いた布で拭き取る。それで、もっと僕時間かかると思ってたので、まあ、もしですね、もうこれダメだったらでと思って、連休の時間ちょっとあったんで、こう、まあ物は試しと思ってアルミ板でちょっと削って作ってみ、なかなかね、こう、難しいんですけども、こう、ペコペコ曲げないで、まあ、一個作るのもたくさんとあんま変わんないんで、艶消しの、0.3 ミリの黒のアルミ板っていうのが、ホームセンターで手に入りますので、まあ、それをですね、大まかにハサミで切っておいてから、こう、束ねてですね、ガーッと、両方から押さえてですね、削ってみたんですけど、まあ、最悪、これの出来のいいやつを、くっつけりゃいいやと思って、まあ、ちょっと作ってみたんですけど、この回転センターっていうのをですね、ガーッと押さえながらですね、こう、回しながら削っていっちゃえば、かなりいい感じでできたので、で、ただですね、気がついたんですが、M1 で。この上の、これ M1 の蓋なんですけど、すごい、わかりますかね、光沢があるんですよ。で、OM2 のはそんなにない。で、光沢のある上と、この部分のですね、蓋が同じ光沢なんですね。で、OM2 もそうでした。だから、まあ、オリジナリティをコレクション上尊重する方は、ちょっとチェックポイントだと思いますね。ここと、ツヤとここのツヤが、蓋のツヤがですね、揃ってる方が、まあ、なんて言うんでしょう。よりこう、純な、こうですね。まあ、あんまりね、これ、修理したら必ず取り替えるもんですから、そんなに、あれは、こだわることはない、と思うんですけど、これ取れっかしら、それで。最初のアプローチはやっぱりですね、このゴムで運がいいとこの黒い下の部品も一緒に取れてきますので、取れないじゃん、こっちが今度は瞬間接着剤ってこんなにあれなんですかね。でもこれをこうやったらこの板が元も子もないので、いやー、でも外れないですねこれね。熱を加えるなんていうアプローチも、ネットには出てましたが、これがまたね、すごいガッチガチ。先に
これ穴が本当に合う工具を作んないとですね、こう削ってですね、必ずパキッ、これじゃ最初こういう風にですね、これホビーツールズなんですけど、もうこの先っぽが曲がっちゃうんですよね、硬いから。中ぐらいもう。こうですね。ここは、だから、これが運が良ければですね、こう下も一緒に回って、ゴムでこうやってやると取れるらしいので、で、ここがですね、M1 と M1 で違うそうです。作りが。ああ。ちょっと後で分解して。だから、これを、まあ、ブラックだからまずいんですけど、こうではちょっとよろしくない。ちゅうことで、これ、でもちょっと失敗かな、やっぱり。最終的にはやっぱり、こっちかな。いやこれでも取れないな。で今日はこの本当はこれをやっている間にこのプリズムの話が、このプリズムですね、 OM10 からこれを外したものなんですが、このここが普通のカメラのプリズムと違って、こうなんですかね、レンズの効果が出るようにですね、湾曲、いやー曲がっちゃう、してるんで、それの辺をですね、朝日ソノラまで前谷氏が書いたですね、本がありまして、それをですね、ちょっと見ながら考えてみ、これは剥がれねえな。こっちに今度くっついてガッチガチ。つかね、ちょっとここだけちょっと剥がれてきたんですよね。しばらく置いてやれって書いてあるから、ちょっと爪を入れて、ちょっとしばらく置きつつですね、ちょっと、その、前谷氏自身が書いたところが、ちょうど面白い記事が見つけましたので、ちょっとですね、それ見てみて、あれ、iPad が、あれ映ってるかな？あ、ちょっとこう縦横比が、ちょっとバタバタして合わせられなくてですね、この、OM、一眼レフ戦争と OM の挑戦、オリンパスカメラ開発物語に前谷。で、この、雑誌ソノラマのですね、本の、ところにですね、このプリズムの話とかその辺のことが、ちょっと記述がありましたので、ちょっとこの、慣れてないもんで、ですね、まずとにかくその、カメラ全体の高さを低くするためにですね、プリズムをできるだけ、焦点盤に近づけたいと。
そうすることによってですね、ファインダーもすごく大きく見えるという効果もあるっていうような記述がですね、ありました。まあ、例えばですね、この辺ですね、300人以上にも及ぶ検体の調査結果からデータを整理してみると、カメラにおける、ファインダーの距離、虚像は1メートルか2メートルに結ぶのが一番見やすい。日本製カメラの、なんていうのが書いてあります。で、その1メートルのところに虚像を作ったときにですね、その、まあ、どんだけ目の、だからあんまり大きすぎると今度目ぐるぐるぐるっと回さないと端っこまで見えなくなっちゃうんで、まあその辺のですね、倍率の、こいつですね、このフレネルこうピント板ってここにピント板ってこう書いてありますよね。で、ここの隙間をできるだけなくすためにですね、プリズムの下の面を、レンズの効果を持たせるように、削り出していると。で、その結果倍率も非常に高くなりまして、どこに書いてあったかな。ああ、そうそう。で、ここで、田村先生の、カメラ毎日のテストレポートの話も引用されていてですね、ファインダー視野角、ファインダーを覗いたときに視野の長辺を見込む角度が35度と大きいのがこのカメラの、特色であると。それは最も適当なファインダー視野角というのがどれだけということ、これが千葉大で、応用物理で多分これやったんでしょうね、人海戦術で。こういうことやるの好きなんですね、田村先生。で、本当にね、ピントが合ってる写真と合ってない写真を1万人調査したとかですね。そういうことしょっちゅうやってた先生で。で、ここですね。ファインダー視野角30から40度のところで、要するに構図を決める所要時間が最も短い。すなわち最適だっていうのがですね、千葉大の、田村先生のですね、まあ、引用をこの前谷氏がしてですね。で、こうやっぱり、大きく撮ったと。確かに OM1 のファインダーを今覗いてみるとですね、ものすごく大きく感じます。で、まあそういう効果もあってですね、なおかつプリズムの高さを下げたい。それから、フォーカルプレーンシャッターもですね、リボンを糸なんかにしたりして、少しでも下げようっていう努力をしてるなんていうのはですね、こう書いてあるんですが、で、まあ、そのプリズムの話からですね、今度このプリズムの明るさの話、一眼レフのファインダーは、撮影レンズが結んだ映像を直接見る関係からですね、プリズムで4回も反射するからその航路を通ってきた光はどんどん弱くなって、で各反射面で反射率を上げる研究に取り組むことにした。クイックリターンの反射面はアルミ蒸着面の表面に酸化シリコンの保護膜をつけてある。これ結構ね、びっくりしました。で、確かにガラス屋さんで買う表面鏡とかですね、まあ、ちょっと大きめの下敷きみたいなので、2000円とかで売ってるようなですね、表面鏡は、拭くとすぐ傷がつくんですね。とか、この OM の、ミラーってのはですね、かなりゴシゴシ拭いても傷つかないんですよ、実は。この M1 もちょっとミラーにカビがあったので、ちょっと拭いてみたんですけど、普通のレンズを拭くようなぐらいですね、躊躇なく拭いて傷つかないんで、で、酸化シリコンっていう、あんまり聞いたことない、どういう物質なんか知らないですけど、保護膜をつけた。これ、ちょっと、面白いですね。最近のニコンのメンテナンスの人なんかも、あ、ミラー汚れてますね。キュ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 って拭いちゃうんですけど、多分こういうことをやってあるってことですよね。だから、酸化シリコンの保護膜にプラス、高価な多重層コーティングを、ミラーにすることによって、反射率を 93% まで高めることができたっていうのがオリンパスのミラーだそうです。それから、この例の、ミラーの腐食のことですね。ペンタプリズムの内部でも3回反射するが、従来の一眼レフではこの反射面にはアルミの蒸着膜を使っていた。ここでの反射率向上にはアルミに変えて銀を使うのが最適なのだが、銀は腐食しやすく、カメラなどの汎用機では採用できずにいた。オリンパスでは顕微鏡に多く使う、プリズムの銀腐食対策の研究も進んでいて、顕微鏡工場のその技術をカメラに適用させ、
反射率を上げることに成功した。これでやっと明るい大きい M1 のファインダーが出来上がったというふうに書いてあるんですね。ということは、銀で定着してあると。で、その銀っていうのは、腐食しやすいっていうことですよね。裏を返せば。アルミじゃなくて銀にしたのは腐食しやすいけど反射率を高くしたいからなんですよ。を、ということで、やっぱり M1 は腐食するんですよね。という、まあ、身も蓋もない結論になっちゃうんですけど、まあ、そういったことがですね、結構こう、なんて言うんだろう、こんなこと書いちゃっていいのみたいなことがこうずらずらと書いてあってですね、非常に面白い。ね、視野率を 100% にした方がいいに決まってるんだけど、工場での生産性を考慮して 97% にしました。これは作るのが難しいってことですよね、100% にするには。そりゃそうですよね、ドンピシャに合わせるのと、ちょっと誤差があってもいいよ。まあ、その辺をですね、こう、ずら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 書いてあってですね、非常に面白い本でですね、これはもし、この、もともとこのそのものはですね、カメラレビューの、なんだっけな、カメラ、オリンパスカメラ開発物語じゃなくて、ちょっとカメラ開発残酷話だったかな、なんかそんなタイトルでですね、連載したのを、確かまとめてあったと思いますので、まあですね、こういったことをですね、こう、頭に入れるというか、思いを馳せながらですね、プリズムを交換すると、非常に面白いかなと、いうことにな、ヒゲのび太さんありがとうございます。そうなんですね。それでそのモルトの話になってきちゃうわけですが、まあ、それはそれとして、瞬間接着剤で綺麗に剥がしたはいいけど、オリジナルの板の方が、瞬間接着剤の剥がし剤で、剥がれない。と言うんですね。これ強引にペキってやったら、でも、曲がっちゃうね、やっぱり。少し曲がっちゃった。熱かなぁ。ちょっとこういう結論になるとは思いませんでしたが、まあちょっと、あまりにもあれなんで先行きます。まあこの中からあるんで、まあ M1 はですね、オリジナルが簡単に外れたので、まあまあいいんですけど、ちょっとあんまりこういうやり方もあるんだよって、皆さんにご報告するレベルにはちょっと、残念ながら。エポキシで熱っていうのも、ありましたか。でもやっぱ、カチンカチンにこんな瞬間接着剤って、瞬間的にくっつくんだ。しっかりと。ちょっと次回までに、どんだけ剥がせるか、やってみて。困ったな。まあ、許してくださいというか。で、まあ、あとはですね、この上カバーを外す、いつもの流儀の、ことなんですけど、まあ、じゃあ、そこだけやって、あれですかね、時間的にも。これはここをもう単にねじるだけでですね、まあ、この、OM1 のプリズムの、あれ？これ緩んでんなぜ？結構いろんなサイトに出てますので、まあ、本当にお約束のやり方。あと、ここのですね、リングは、これじゃねえや。ペンチでこうやってやってもいいんですけど、ブラックボディなんかまず傷がつきますので、できるだけ、寸法を合わせてですね、カニ目を作った方が、だからこのカニ目の先がボディに接地しないところまでにしておくようにしてですね、作った方がいいと思います。
ちょっと、あれ。目が。ちょっと目が悪くて見え。うん、こうですね。ここにキューって傷がついちゃうので、ここはさっきの電池ですね。このカニ目。これがですね、また硬いんですけど、まあ、ほら、上蓋して見えなくなりますので、あれ？動いてんのかな？あ、動いてる。動きましたね。微妙にこの穴の大きさも違うなぁ。ちょっと、ここですね。これが、だから、あれ、あ、まずいな。これは OM2 で、これか。これが、これが違うそうです。こう、作りが。だからオリジナルですね。これ M1 だけみたいですね。で、またここ。ボディ止めてる。これはそんなきつくないですね。ちょっとだからこう、穴の太い。これなんかトップってこれはだからディスクグラインダーなんかのですね、砥石を交換するときにこれで押さえて、砥石を外すんですけど、その時の工具で、結構ホームセンターなんかに売ってて、便利で、力かけやすいんでですね。これを外すんだっけかな？これで、あとここで、そうですね。なんか今シューって言ったりさ。こういう感じですね。であと M1 はここの赤い巻き戻しのところも形も違うだそうです。で、そのさっき言ってた問題の、あとここのバネも、これも M1 ならではのあれなんですが、このモルトですよね。これがもうとにかくボロボロで、プリズムをこう侵食していくのをですね、こう加速しちゃってるっていうか、なってると思うので、これをとにかく取っ払ったままでも、これ、遮光かっていうと、ちょっと埃除けのために使ってただけじゃないかなと思うので、まあ、ちょっとね、代用品でなんかいいのがあるか、それから、もう一つその、これ、遮光っていう点で言うとですね、まぁ、ちょっとまぁ話もなかったんですけど、これもちろんここのモルドも全滅だったので、まぁ、これは、修行ですね、この昼間拭いといたんですけど、ここの間がですね、モルドが入ってないと向こう側が見えてるんですね。だから、ここのモルドは非常に重要で、遮光のために絶対必要なんですけど、ここは、多分ゴミ除けかな。で、M1 はですね、この対物レンズっていうんですか、接眼レンズ、これが OM2 に比べてですね、かなり手前出てます。だから本当にプリズム入れ替えてうまくいくかどうかはちょっと やってみないとわからないんですが、この部分ですね、このガラスが引っ込んでるんですが、これはかなり
ギリギリまで出てますので、ちょっとこう曲率が、だからもしかしたらガラスの屈折率が違う素材なのかもしれないんですけど、まあ、この辺はですね、ちょっと実際交換してみて覗いてみると、わかると思いますので、まあ、一応、ここら辺まで、来たので、まあですね、これをですね、とにかく、まあそうですね、どうしましょう。とりあえず外して、前回、あ、次までに、綺麗にしとくか、このモルトを。ね、で、こう。あら、ワッシャーがある、調整ワッシャーが。あら、ボディの浮き上がり調整してるんですね、ここでね。ワッシャー入れて、あらら。ちょっとボロボロになるんです。この当然シンクロなので、これ、あの、コードがありますので、あんまりこう引っ張ると、こういう、もうボロボロ、ボロボロなんですが、これを、あの、綺麗に取っといて、プリズムを上げると。いうところをですね、次回、やってみたいと思いますが、あと調整、あ、ここにも調整ワッシャーがある。何このワッシャーだらけ。これは大丈夫か。てっぺんの調整ワッシャーが3枚、左が1枚。ちょっとびっくりしますね、これ。ね、あとはもう、あの、横ボロボロ、あ、もうどんどん下に落ちていくんでですね、ちょっとこれある程度取っとかないと、アルコールで拭いたらもうベッタンベタンになりますので、ということをですね、やったら、次このプリズムを外してみようかなと、思います。ということで、このちょっとアプローチは、あ、ヒゲのび太さんは入れない。確かに入れなくていいんじゃないかなって。あの、OM の場合スクリーンが下に外れますからね、こっからゴミが入っても、結局、あの、スクリーンの上に乗ったら掃除できますので、あの、スクリーン交換式じゃないカメラ、ここになんか、ホコリよけ入れとかないと、まずいと思うんですけど、僕もこれ、必要なのかなって、思うので、いちゃっていいかなって気がします。瞬間接着剤水に溶けるんで、お湯の中で、なるほど、ちょっとやってます、これ。こんなきっちきっち、これ、まあ、アルミの棒なんでね、アルミ同士だから相性がいいのかな。まあ、これはじゃあ、あれですね、抽選でプレゼントみたいな、OM 用、上蓋。ということでですね、女、時間となりましたので、まあちょっとなんだかもう支離滅裂な話になってしまいましたが、ということで、あとだからそのさっきのですね、ここの隙間が空いちゃうっていうこのフィルム室側のモルトの話なんですけど、だからこういうこのフィルム室側のモルトが、中との間に空間があるところにこう来るっていうのは結構ニコマートもそうかな。だから先にこっちをやった方がいいですよね。っていうか剥がしといた方がいいです。あの分解前に。そうしないとせっかく綺麗にして組んでよっしゃって言って最後にここをやるとですね、剥がしたモルトが中へ全部落っこっていっちゃってですね、またやり直しっていう、ことになりがちなので、まあ汚れ物は早い段階で、取っておくと。いいんじゃないかなと、思います。ということで、まあちょっと、ちょっと思わぬ、こんなに強力に僕瞬間接着でくっつくと思って、バカにしてたって、驚きましたが、
まあですね、これをちょっと、どうやって剥がしたかはまた、来週レポートしてですね、M1、ちょっとね、嬉しかったですね、M1 見つけたとき、おっって感じで、なかなか最近見かけないのでですね、ちょっとなんとか、プリズムジャンクをですね、綺麗にしてみたいと思います。ということで、今日はいろいろありがとうございました。